橋本キアの呪術プリスト。はい、橋本キアです。はい、ケンヌーから来ましたモカピンです。今回ですね、もうドゥマウのフィリピンセブ島で行われた、はい、もうフィリピンインターナショナルオープン、この、ね、ドゥマウの、ね、フィリピン3大会目ですね、はい、こちらの方がっちり見ていきたいと思います。で、興味お願いします。はい、橋本キアの呪術プリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事、呪術一式、一徹、イサミ、ベリーハーツ、ソムミット、ラスコンチャス、ドゥマウ、株式会社フルホース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。今回は10月22日、23日にフィリピンセブ島の SM シーサイドシティセブで行われた ASJJF ドゥマウフィリピンインターナショナルオープン2016の試合を見ていただきます。見どころはどんなところでしょうか。もうこのね、フィリピンのね、あのセブ島の大会ですね、はい、オーバーリミット BJJ のねセブの支部があって、そこの人たちが仕切ってる大会なんですけども、今大会から大きい会場にねもう移りまして、はい、そしてオープンスペースでやりましたね、はい、非常にねこの技能技と2日間やったので、こちらの方もね盛り上がりました。この試合の数々見ていきたいと思います。はい、 VTR スタート。はい、このね、はい、SM シティシーサイドシティセブね、はい、かなり大きいねビーチで、でかいですね、はい、このモールの中のね、はい、マットを敷いてやっておりますよ。で、今大会もキッズがあったり、はい、農技があったり、非常にね盛り上がりました。このメダルもねフィリピンで作りました。はい、橋本キアの呪術プリスト。今回ですね、このフィリピンのセブ島で行われております ASJJF ドゥマウフィリピンインターナショナルオープン、こちらの大会の方配信したいと思うんですけども、この大会主催者エソン加古原、この大会どうですか。はいはい、今回はね、会場変えてモールの中でやるようになりましたね。SM シーサイドシティセブですね、強大なモール、セブで、でやっぱりなんでモールでやるということをすると、やっぱり充実を広げたい、宣伝したいし、モールがいっぱい人来ていろいろ見られるんだね。それで例えば充実に興味持って、まあ、西部でもいっぱい道場あるから、そこでみんなね新しい生徒増やせばいいかなと思うんだね。で、まあ、2日間でやって、初日はギーの方ですね。で、だいたい160試合やって、まあ、参加が180人ぐらいあるんですね。で、2日目が子供と農技ですね。だいたい全部で70試合ぐらいね、まあ、80人か90人ぐらい参加してるんですね。で、まあ、すごい試合盛り上がればすごいいいと思いますね。皆さん試合の流れをプリスト、呪術プリストで見てください。はい、じゃあそんな感じですね、このドゥマウのフィリピン大会見ていきたいと思います。はい、女子農技アダルト白帯オープンクラス決勝戦、フェスカテジャム対ジェニー・フェルナンデスです。はい、このね、まあ、農技の試合ですね、この女子の、はい、農技のオープンクラス決勝戦ですね、白帯、この、フレスカテジャムが、今上になっている選手ですね。バガボンド MMA スタジオ、はい、そしてちょっとねぽっちゃり気味のジェニファーがデクタック・ヒベイロですね。はい、さあこのねフィリピンのねこの橋ブランドで、今回俺が衣装でね着てるこのポロシャツもね橋ブランドが作ってくれました。その橋ブランド製のねラッシュガード着てるのがジェニファーですね、はい。さあこのもう一気にね返してマウントポジション、さあここからどうやって攻めていこうというところでしょうか、ジェニファー・フェルナンデス。はい、
さあこのマウントポジション下になってるのはフレスカテジャムバカボンデメンメンスタジオ、おっとこのままこれも腕十字ですね、腕十字のこのセットアップ、はい、さあこのクラッチを切れるかどうか、あー痛い痛い痛い、おっと離れたか、おまだまだまだだまだだまだ粘ってるまだ粘ってる、あーっと伸びた、あ伸びたけどまだタップしてない、伸びたけどタップしてない、おわーっと耐えましたね、フレスカテジャムけど一本勝ちですね、ジェニー・フェルナンデス、はい、1分53秒腕十字で一本勝ちです。はい、農業ダイヤと白帯オープンクラス決勝戦ライルルゴ対レイモンド・イルストリシモです。はい、これはね農業のアダルトの白帯のオープンクラスですね、はい、ライルルゴバカボンド MMA スタジオ、そしてレイモンドがマクタンコンバットスポーツ、下になってるのがライモンドですね、はい、上になってるのがレイモンド、ライモンドとかレイモンドとかねちょっと、ね、名前が紛らわしいですけどもおそう三角締めだ、三角締め決めましたけどライルルゴ、おっとでも持ち上げて叩きつけるところがこれ反則ですよ、もういきなりブーイングですか、これな一発反則ですよ、ルール分かってないんでしょうか、レイモンドはこれねバッドガイですね、悪ですね、かなりライルルゴ反則勝ちで、はい、オープンクラス優勝です、ちょっとこれは良くないですね、はい、農業アダルト紫帯オープンクラス決勝戦マークリム対マービン・リムです。はい、マークリムはカンフィウス・ファブリシオ、はい、フィリピンのマニラから出てきておりますね、マービン・リムがデプタック・ヒベルです。これマークリムがねかなりね動きが切れてましたね、この決勝戦に行くまでにもね腕十字をガンガン決めててすごくねあの決めが強い選手ですね、このちょっと青帯紫帯の中ではかなり突出した存在でかなり目立ってました。そしてもう下になれば三角締め、もう今ので決めましたね、ほとんど秒殺に近い試合で決めました、はい、マークリム非常に強いね、決めが強くていい選手です、この選手これから絶対伸びてくると思われるので、はい、覚えておいた方がいいと思います。はい、はい、ノーギマスターチャオビミドル決勝戦ホドリゴソウザ対ブルーの山本です。はい、出てきましたこのねまた2人がね、はい、インパクトジャパン BJJ チームでこの2人がねあの遠征してきまして、はい、でこの2人以外の、ね、エントリーがなかったんですよ、ということでね一応やるっていうことで、はい、どうせもあのね、スパーリングなんだろうって一応ガチでやるって言ったんですけども、これ見るからにこれはもうフレンドリーマッチですねガチな感じはしません、もう簡単にコロッとねスイープされちゃったりして、ちょっとねこの昔ね柔術の世界にはね同門が試合やるともう本当馴れ合いの試合っていう感じでねフレンドリーマッチっていうね風習があったんですけども、それをね久々に見ましたよこのフレンドリーマッチもう道場でやってるのをそのまんまこれねみんなの前でやってるところがね、観客もねブラジル人同士がやってるからねもうしらくちゃってます、全然見てないっていうねそこ向いちゃってますから、やってる本人は大真面目なんでしょうけども、ちょっとねこのスローモーな動きもどうですかこれは、そうですね、どちらかというとなんかちょっとゆっくりな感じに見えますね、そうなんですよね。さあこのフレンドリーマッチ、はい、ブルーの山本のホドリゴソウザどうでしょうか、まあ、まったりと進んでますね、はい、なんかお互い無理することもなく、さあ今上になったのがブルーの山本なんですけど、もうすぐさまスイープされちゃって、そして木村クラッチですね、さあここから腕を決めに行こうというところでしょうか、ホドリゴソウザ、さあブルーのは下から得意のディープハーフ、それを反対側にスイッチしたのがホドリゴソウザパステライでしょうかね、まあこのね冷め切った感じがねなんとも言えないですけども観客さん的にはそうですよね、そう身内だろうみたいな、あそしてもう、ホドリゴがちょっとニアバックですね、シングルバック状態、そう足を入れればバックマウントになりますが、あそしてまたこれ落ちる、ここら辺の動きもねちょっと緩慢なところがありますけどねさあブルーの山本、はい、ハーフガードのパスで下から脇を差しに行ったのが、ホドリゴソウザ、まあこの緊張感のない試合まさしくね身内の慣れ合いな感じしますよ、
い、ブルーの山本、このねモヒカン頭、奥さんがね買ってくれてるらしいですよ。で工場勤めてね、このヘアスタイル大丈夫なのかって言ったらね、何あの帽子かぶってるから大丈夫って言ってましたね。で工場って意外と大丈夫ですよね、髪の毛とかね、色とか。モヒカン頭のブルーの山本、そしてね35年ローンで家を買ったロドリゴ・ソウザ長いですね、35年。長いですよ、もう70ぐらいになってまでねローンを払い続けるのはかなりしんどいと思うんですけどね。どうやって払うんですか ね、ロドリゴ・ソウザ大丈夫でしょうか。さあ今、ハーフガードの状態から腕を狙いに行ってますね。はい、ブルーの山本はもうハーフガードが得意ですからね、ここからの逆転もあるかどうか。おそして反対側、これ膝十字狙いでしょうかね、足換狙いか。ただね、まあ、まったりと進んでますね。ちょっと危機迫る感じはない。さあ上になった。そして、ホドリゴもハーフガードのスイープ、おお返しましたね。返してそこからまたパスか。もう本当にポジションの入れ替え入れ替えな感じで、はい、このまったりムードの感じがね、なんとも言えないもういつもより長く感じますね。そうですね、はい、おおみたいなのないですからね。そうですね。さあハーフガード足を抜けるか、ホドリゴ・ソウザ。はい、抜きましたねさあ、けど抜いたからなんだっていうところもありますが、あ、そして、反転したところをバック、はい、さあ、足を入れてバックマウントもポイント取りましたね。入りましたね、はい。あおっと、バックマウントから締めを決めましたね。フレンドリーマッチで1本を決めちゃうあたりがホドリゴ・ソウザ容赦なしというところで4分48秒、はい、裸締めリアネキドチョークでホドリゴ・ソウザ1本勝ちでノービマスターチャオビミドル級決勝戦制しております。はい、はい、ノーギの試合見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、ノーギの試合はね、もうフィリピンとこの廊下の人たちの試合見ていただきました。それもね、一本勝ちかなり決まったので良かったと思います、はい、そして最後のね、ブルーの対ホドリゴのね、もうフレンドリーマッチ、今頃ね、このフレンドリーも本当ね、馴れ合いのもうベタなフレンドリーマッチ、なかなか見れないですからね、本当にね、まあ久々に見ましたこれぞフレンドリーマッチっていうね、お手本のような試合でしたね。そこでも1本決めちゃう、ホドリゴ・ソウザ、はい、35年ローンのね、抱えた男ががっちりと決めましたよ、はい、ね、このブルーの山本とホドリゴ・ソウザ、このなんとね、ミドル級とね、無差別級でね、2回やったんですね。へえ。そんなフレンドリーマッチをね、2試合見せられた日にはね、たまったもんじゃなかったんですけどもさすがにね、オープンクラスの方は流しません。はいはいはい、それでは CM の後は柔術の試合を見ていただきます。 CM です。柔術プリンストセレクション、イエーイ。はい、このコーナーは新商品やおすすめ商品を紹介していくコーナーです。
本日も東京イサミの店長中里さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。東京イサミの中里です。お願いします。お願いします。はい、では早速本日の商品をお願いいたします。はい、今回はこちらです。はい、あ、入った。はい、ベリーハードトゥーサブミットの、プレミアムファイトショーツになります。プレミアムファイトショーツ、はい、はい、ですね、どうですかこれ持った感じ。結構ずっしり、すごい重量感ありますよね。そうですね、はい、見た目軽そうですよね。そうなんですよ、はい、で海外サイトとかで販売する前にもう掲載あって、まあ結構シンプルなショーツだなと思って、で実際に手元に届くまで、はい、まあ、分かんなかったんですけど、うん、まあ、刺繍はこういう感じですね。後ろにもワンポイントが、はい、でこうマジックテープじゃないんですよ。でこう見た感じだと、はい、生地はダブルだったり、うん、あとこういう縫い合わせですね、はい、耐久性にすごくこだわってるんだなっていうのはすごく思いました、はい、また下はストレッチ素材、ね、本当ですね。結構近くで見ると、はい、で耐久性にこだわるとどうしてもこう、はい、ゴワゴワしたりとか動きにくくなったりとか、そういうことがあると思うんですけれども、はい、その辺はこういう可動域とかも考えて、うん、すごくちゃんとよく作られてるかと思います。ゴムですね。ゴムです。完全にゴム、うん、そう、ウエストは全部ゴムですね。ちゃんと調整もできるし、はい、なのでこれはまあグラップリングショーツとして、はい、愛用していただければ、うん、まあ、結構長く履けるかと思います。ベリーハードトゥーサブミットのプレミアムファイトショーツですね。で、はい、今は、日本のサイトだとこれとあともう一つ買えるみたいなんですけれども、うんうん、とりあえず、あ、色違いってことですか、はい、あ、いや別のラインナップですね。あ、別のラインナップ、はい、はい、とりあえずイサミでは今ショーツはこれだけ販売しております。はい、はい、で今後、はい、あ、どうぞ。で今後も道着も入荷すると思いますし、はい、ラッシュガードも、はい、取り扱い強化していくと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちなみにこちらの商品はどちらでゲットできるんですか。はい、これは今は東京イサミだけですね、はい、限定ってことですね、はい、じゃあ遠くの方はインターネットからだと。インターネットは可能ですか。はい、電話でもご注文いただけますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。インターネットはいさみ充実 .com で検索お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。寝技ワールド桜島の上谷田光一です。これから得意な技を見ていただきます。はい、それでは、私の名前がついた神スペシャルを紹介します。投げた時に相手がうつ伏せになることがよくあるんですが、その時に右手右足ですね、まあ、この場合右手右足、向こうの場合左手左足になりますが、右足が入ったと同時にもう回ります。この手を取って回ります。もう一回そこ行きましょう。はい、ここが一番大事なんですけど、これがもう取るか取らんかで変わってくると思います。右足入ったと同時に、回ったと同時にもうここは決めておきます。で、この手を自由にするために、これでは仕事になりませんので、手を自由にするためにこっち一本で一番奥のところを掴んで腕を決めます。そして左手で相手の襟の一番奥を持ちます。で、これで引く。で、左足で押すのギロチニを行いま す, です、ね。で、まあ、これをやってほとんど決まるんですけど、慣れた人はこれを上に上がってきます。そうするとこれが決まらなくなりますので、この時は相手の左手を逃がしてあげます。そうすると相手はこの手を何とかしようとして、この形を何とかしようとして手が出てきます。で、これをいただきます。いただいて足を思いっきり伸ばして相手の肩のところまで持っていきます。で、これで三角、これで三角にします。さらにこの三角が決まらないときは、腰をちょっと移動して相手の腕を取ります。
これが一年の流れで神スペシャルということで紹介しています。以上です。柔術プリンスト、はい、ここからは柔術の試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、もうエキビジョンバッジもありますね。そして茶帯、はい、黒組の試合、そして先ほどね、農技でフレンドリーマッチをやらかした、はい、ブルーの山本ホドリゴソウザ、これがね地元の選手と戦っております。はい、そして台湾 BJJ 総帥の小笠原誠、これがね出てきましたよ。この小笠原誠対ね地元勢のね戦い、こちらの方も注目してください。はい、 VTR スタート。はい、エキシビションマッチ、村田良三対生田誠です。はい、このね村田良三オーバーリミット札幌なんですけども、はい、あの大会にエントリーしたんだけど対戦相手がいなかったんですね。はいはいはい。で、まあ、キャンセルするのもあれだからってことで一応観光で来ました。そしてその大会にレフリーとして参加していた生田誠さんと2人がエキシビションマッチですね。はい、でさっきのねあのホドリゴとブルーの山本のフレンドリーマッチよりは全然動きもありますし、はいはいはい、緊張感のある攻防を、ね、見てくれました。いろんなテクニック見せてくれたのでこれはこれでありだと思います。ちょっとこれがねどんな感じなのかこちらの方を見てください。黒帯のエキシビションマッチですね。はい、やっぱねこういうエキシビションマッチあの何にも流れとか決めてないんで普通のスパーリングみたいな感じですね。お互いに技を出し合うスパーリングみたいな感じで、これはこれで非常にあの面白かったと思います。はい、下になってるのが村田良三、12月にねあのエースエイジのドゥマウの札幌大会ですね、はい、初の北海道大会を仕切るのがこの村田良三選手。オーバーリミット札幌作ってもうそろそろ1年経つっていうことでね、おおすごい動き、はい、なんとね車がねポルシェのカイエン乗ってるって言ってましたね。でもうセブに来た時にカバンがねルイ・ヴィトンですよ。おルイ・ヴィトンのねキャリーケースの俺初めて見ましたよ。キャリーケース、もうキャリーケースいや本当ですよ。リュックとねキャリーケースがねルイ・ヴィトンでしたからね、ちょっとねなかなかの実業家っぷりを見せておりますよ。すごいですね。で村田良三選手あの、まあ、柔術も黒帯なんですけどもヨガのインストラクターもやってて、ヨガの方でもかなり名前が売れてるっていうことで、はい、あ、これからね選手としてもやっていくってことなんでね、こちらの方も楽しみにしたいと思います。村田良三選手、はい、そして生田さんはねトラスト柔術アカデミーの総帥ですね。トラスト柔術も今、はい、本部が愛知県の瀬戸市にあって、そして、韓国にもありますし、はい、鹿児島にもありますね。今トラスト柔術もかなり、支部を広げていて、はい、生田さんもちょっと病気の方されてちょっと選手はちょっとあのセミリタイヤなんですけども、レフリーとかではもうかなりあのあちこちでレフリーやってますね。はい、この間も中国行ってましたし、でこの大会でもレフリーやってて、まあいろんなところで柔術を通してコミュニケーションを図ってるっていう感じでね、あのその柔術のね本当あのアンバサダー的なところがありますよね。柔術を通して現地の人たちとコミュニケーションを通して、柔術で本当に何て言えばいいんですかね、柔術を介しての、社会貢献というか、そういうところをやっている人なのでね、はい、こんな感じで、エキシビションマッチお互いに、ね、技を出して動きのあるエキシビションマッチでした。これも終わった瞬間にやっぱり、ね、拍手で良かったですね。はい、アダルト青帯オープンクラス決勝戦、マークリム対ラザフォーマです。はい、先ほどね農技でも決勝戦で勝ったこのねマークリム、カンフィース・ファブリシオ、はい、そしてラジャ・ファマ、東海 BJJ フィリピン、はい、やっぱね、このね、マークリムはね、ガンガン決めに来ますね。今もね、ギロチン決めに行ったりして、おー、はい、このね、柔道っぽいね、動きが、はい、また決めに来ますよ。こうやってね、ガンガン決めますね。非常に動きがいいです。この対するラジャ・ファマ、東海 BJJ フィリピン、はい、東海 BJJ もね、あの日本にジムありますけども、その、ホベルト中谷先生がフィリピンに行って支部を立ち上げたのがこの道場ですね、はい、東海 BJJ フィリピン、マークリムはカンフィース・ファブリシオ、マニラにありますね、はい、道場はマニラからセブ島に参戦してきたこのマークリムがかなり、はい、あのおお今ちょっと落としましたけど大丈夫でしょうか。今大会でもねかなりのね存在感を見せました。このキレのある動きぜひ注目してください。すごいですね、早い動き、いいですよね、こういうキビキビした動きが、
さあこれラジャファマが下になっておりますが、はい、まあクリーム今上になってますね。さあハーフガード足を抜こうというところ、はい、さあ脇をすくいました。さあハーフガードのパス狙い、相手のね顎に頭を押し付けて足を抜こうというところですね。あおっと抜いた、おパスマウントか、パスマウントいけるか、おお行きましたね。ちょっと一瞬返そうとしたんですけども、一気にパスとマウントで3の47ポイント入れましたね。おお、だいぶ一気にビッグポイント獲得ですね、はい、そして両手を広げてバッチリとベースを取って、そして十字締めから腕十字、いいコンビネーションだ、決めのコンビネーションを見せた。さあこれはどうか、決めれるかどうか。さあちょっと相手も腕を組んでちょっとディフェンスしているところなんですけども、どうか。おお戻しましたね。はい、だけどポイント的にはね、もうマークリムがかなり優位に試合を進めておりますが、さっき一気に7ポイント入ってますね。そうですね。さあもうあとはこのクローズガードで守ろうというところでしょうか。はい、もうね階級別も勝ってますからね、この無差別級も取れば2階級制覇になりますが、おーおーいいですね、いいですね、オモプラッタ、そして腕十字、そして三角締め、このコンビネーションがいいですね、この決めのコンビネーション。さあまだオモプラッタの状態、はい、オモプラッタから反対側にスイッチ、まだトップポジションをキープしております。さらに今のでパスガードも入りましたね。さあマウントかどうか、おおさらにまたマウント、もうポジションをね取りまくってますね。さあもう試合時間残り少ないですよ、はい、さあラジャファマはどうするか、ラジファマ、はいタイムアップ、はいポイントはね11対2でマークリムが階級無差別優勝を決めております。はい、まあ、ノーギもね2冠取りましたからね。はい、シニア2紫帯帯オープンクラス決勝戦、ナルセアドベネ5対アルスタリアワラビーです。はい、ナルサ・アドベネゴ、階級別はね、はい、あの地元の選手に負けました。でそして無差別級ですね、無差別級はこのね、はい、アリサヤ・マラウィ、ライトフェザーですね、やっぱり体格差ちょっとミディアムヘビーと、ライトフェザーということで結構ありますね。はい、この体格差を優位に試合を進めております、ナルサ・アドベネゴ、はい、ナルセはね、この家族旅行でもう奥さんと子供3人引き連れて5人で来てましたからね。素敵ですね。しかもね、いいホテル泊まっちゃって、もう家族総出でセブ島来てね、いいご身分ですよねでもいいですね、試合が終わったら家族みんなで、そうですね、まあそういう観光ついてっていうのはいいのかもしれないですね。はい、そうどうだこの木村、はい、おい決めましたね。はい、ナルセのね一本勝ちもなかなか見れないですから、2分24秒木村で一本勝ち、無差別級は勝ってどうにか金メダル獲得ですね。はい、はい、よかったです。はい、はい、アダルト紫帯ライトフェザー決勝戦、フィルライゾン対ジェイソン・モンディゴです。フィルライゾンがデフタック・ヒベーロ、はい、ジェイソン・モンディゴはオーバーリミット BJJ アソシエーションですね、はい、このね、ジェイソン・モンディゴオーバーリミットでもね、あのかなり、まあ本当は年齢的にはあのシニアなんですよね、けど、まあ、今回アダルトにも出るっていうことで頑張っております。はい、その対するフィル・ライゾン、デフタック・ヒベーロ、デフタックはね、あのフィリピンのマニラにもあります、セブ島にも2つ道場ありますね。今回行った時にあの俺もちょこっと行って練習させてもらったんですけども、はい、セブの方はですね、あの先生がいないんですよ。へー、指導やってるのがまだ紫帯とかだったので、だそういった中でもね、こうやってあの強い選手ができてるっていうのはすごいと思いますね。はい、さあフィルライゾン、あ、お、いいですね、パス決めました、パスしました。
ジェイソン・モンディゴ、はい、オーバーリミット BJJ セブアソシエーション。おお、それをちょっと今のはちょっと強引、やや強引に返しましたね。けど今のは、ガードからの返しじゃないのでポイントはなし。はい、さあノーサウスでがっちり押さえてるのがフィロライゾン、黒の道着。はい、ジェイソン・モンティゴは今戻そうというところなんですけど戻せるかどうか。お、片下タックル、お、返しましたね、返しましたね。さあ上下入れ替わりました。そしてガードになってるのがフィル・ライゾン、はい、お、いいですね、パスうまいですね、ジェイソン、パスうまいですね。一気にパスをして抑えようというところなんですけども、さあパスで抑え込みたいところなんですけども、どうか。さあハーフガードですよ。お、脇を刺して、お、またパスですね、はい、パスですね。おポイントだ。お、パスは今ちょっとポイント入らなかったでしょう。お、そしてクローズガードフィルライゾン、はい、さあちょっと今時を見ましたね。おっと、クローズガードから今締めですね、すごい、ちょっと今一瞬で決めましたね、クローズガードからの十字締め、はい、4分5秒、一本勝ちです。はい、アダルト紫帯オープンクラス決勝戦、ネオガイラン対ダイモンドバリラです。はい、この2人はね、デフタックヒベイロの、ね、チームメイト同士なんですね。はい、けど先ほどのね、ブルーの対ホドリコとは違ってガチ試合ですよ。はい、フレンドリーマッチなんかやらないっていうことで、ね、ガチでこれ試合をね、勝敗を決めに行っております。さあ上を取ったのがレオガエランですね、黒の道着、いや本当にね、これチームメイト同士って言わなければね、分からないぐらいきっちりやってますよね。はい、お、いい、おっと、これはどうか、ちょっと足がちょっと 50-50 ですね。レオガエランとライモンドバリラ、ライモンドバリラが白の道着、黒の道着はレオガエラン。さあまたこれ 50-50 スイープしましたね、はい、さあどうでしょうか。そうですね、お互いでも戦い方は分かってるはずなんですね。そうなんですよね。デフタックヒベイロ、このヒベイロ呪術の、ね、アソシエーションを組んでおりますね。おお、すごいすごいすごい、おー、いいですね、このバックの取り方いいじゃないですか。ちょっとモダンな動きを見せてますね、モダンな動きを見せたレオガエラン。さあこれで今、パスいけるか、スイープパスですね。さあサイド、サイドコントロール、はい、これね、この2人はね、あのミドル級の決勝戦でもあのお互い試合やってるんですね。やっぱこのデフタックヒベイロがね、あのかなり今大会を活躍して、はい、チームポイントでも優勝してましたからね。やっぱりこういうね、帯のね、上の方の帯の試合でもね、こうやって勝ちが進んでるところが強さの秘密なんじゃないでしょうか。デフタックヒベイロ、セブンにはね、このデフタックヒベイロとオーバーリミット、はい、この2つがね、かなり、勢力図が、この2つとあとは98っていう道場があるんですけども、はい、この3つが、代表的なジムですね。はい、そういってる合間に、はい、ポイントでレオガエランが7対2で勝利しております。はい、はい、黒の道着のレオガエラン、階級無差別ダブルゴールですね、はい、こんにちは、デソードです、よろしくお願いします。はい、シニアワンチャオビオープンクラス決勝戦、ジョーイデプテン対ホドリゴソウザです。はい、ホドリゴソウザ出てきましたよ。はい、ジョーイデプテン、またここもね、デフタックヒベイロですね。はい、この人はマニラであの指導をやってる方ですね。今回マニラの、デフタックヒベイロからセブ島に乗り込んできたところ、おー、いいですね、いいですね、今のすごい、クローズガードからね、足を振ってのスイープ、おー、返せるか、おー、これちょっと指名入ってますよ、指名入ってますよ、これどうか、ちょっと、
うわ危ない、ループ超過危ないですね。それ後から聞いたらちょっとね、もう頭が白くなりかけたって言ってましたね。さあ、ホドリゴ・ソウザがクローズガードからアタック狙いですね。さっきはね、ちょっとスイープ仕掛けたんですけども、うん、そして逆にね、ちょっとループチョークを狙われたりしました。そこでちょっと注意しないといけない。で、下からラペラを引き出して、相手の足を抱えてスイープしようというところ。さあ、相手のバランスを崩すことができるかどうか。さあ、クローズガード。オープンガードにしましたね。オープンガードしてラストガードか。さあ袖を引きつけながら、これはおー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 返せるか。おーおーっと危ない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 。おーっとこれちょっとどうか。あ、まだ相手の袖を引いてますけどね、はい、さあこれタックルいけるかどうか。おお、あ、ちょっとこれ今のはどうか、これどうか、あーっと、ちょっと今のはイージーミスじゃないか。今のでちょっとガードからね、スイープちょっともつれたところで、はい、一気にパスマウント、これ7ポイント献上してしまいました。ちょっと今のはね、タイミングがちょっと悪かった。あ、そして十字締めも、はい、十字締めも入ってるぞ、これはどうか。あ、そしてバックマウントにも移行されたらちょっと良くないぞ。あ、ちょっと返しましたね、返しますよ。これ今マウントからの、スイープっていうか上下リバーサルなのでポイントはなし。さあ試合時間残り少ないですよ。これ7対0、7対0ですよ。これ返せるか。あー、どうか。ちょっとあのね、パスマウントはちょっと相手のタイミングがうまかったか、スイープに合わせて取られましたね。7対0、7対0で上位0点、はい、チャオビオープンクラス優勝です。はい、ちょっとねがっくりきてますね。しょうがない、残念。まあ、まあ、相手がちょっと一枚上手だったかっていうところですね。残念ながら負けました。とても悔しいですよ。なんでなんで、まあさっき最後のところで引っ込むところでジャンプ、上からジャンプされて、そのまま相手がマウント取られて、もうそこから逃げれずに結局終わったんですね。まあ自分のミスですね。まあ相手の方が強かった。またお願いします。山本ブルーノです。今日の試合頑張ります。おっす。はい、マスターチョービライト決勝戦、上位レピテン対ブルーノ山本です。はい、先ほどねホドリーゴに勝った上位レピテン、はい、そしてこのブルーノ山本がね、またもう ブルーノ頑張りますね。出てきますよ。本当はねライトフェザーなんですけども、今回はライト級でエントリーして出てきました。先ほどブルーノがねホドリゴのリベンジを果たせるかどうか、はい、リベンジ戦ですね。そうですね、本当はあのブルーノ山本もねこのジュースプリストのレギュラー選手ですね。よく出てきますね、はい、あのモヒカン頭がねでおなじみのブルーノ山本、モヒカン頭に目がねえのね。そうですね山本が、ね、山本になりましたから、はい、これからブルーノ山本の表記できますよ。さあこのディープハーフから返して、このディープハーフ、あ、けど今これも今あの返しでまた上になりましたね。これ2対2、上位レピテンも2ポイント取りました。けどこのね相手にしがみついてるこのディープハーフはね、ブルーノ非常に得意してますからね。あ、またこれ返しましたね。非常にうまいこのディープハーフ。ブルーノ山本はねライトフェザーなんでね、フェザーライトと2回級の差があるんですけども、まあ、ブルーノもいつもあの無差別機とか出てるので体格差はあんまり、気にしない感じですかね。2回級の差があってね、また今もスイープ決めましたね。まあ大きい相手に有効ですよね、ディープハーフとかは。そしてこれパスいけるか、パスもいけるか。おーおー、いいですね。おー、入りましたか。お、まだ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 。おー、いい動きを見せますね。そしてバックに張り付いた。おー、足入れました。あ、これ4ポイント入りましたね。これで8対2、はい、8対2ですね。スイープ2回にバックマウント。
さあ上位レピテンはうまく逃げようというところですけど、まだまだ逃がさない。まだバック、バックコントロール、バックコントロール多いです。シングルバック、はい、いいですね。ブルーの山本優位に試合進めてますね。ここまで行ったらなかなか逃げるのは難しいか。上位レピテン、おお勝ちましたね、はい、ロドリゴを破ったこの、ね、上位レピテンをブルーの山本がリベンジ、8対2で勝利、はい、マスターチョビライト級のワンマッチ決勝戦制しております。ブルーの山本、いや素晴らしい。やっぱちょっとこの表彰台乗ってもね、身長がほとんど変わらない。山本ブルーノです。今日がドマルがフィリピンが出てますね。台上のライトが出たで、その人がすごい強いけど、私頑張ってそして勝ったのですごい嬉しいです。おーす。はい、こんにちは。台湾 BJJ、小笠原と申します。ちょっと久々の試合なので、頑張ります。緊張してます。よろしくお願いします。はい、シニアワン黒帯ミドル決勝戦、小笠原誠対ドン・ビラシンです。はい、小笠原誠、はい、なんとねこの大会のね1週間前に、はい、急遽エジソンからオファーがあって試合出場を決めたと。やっぱね、そうするとねミドル級でちょっと減量も必要だってことだったんでね、はい、なんと会場をね走って体重を落としてこのミドル級の軽量パスという感じですね。スクランブル発進の小笠原誠けどね、小笠原くんもねもうかなりもう試合をこなしてるベテランですから、はい、もう急な試合でもねきっちりと仕上げてくるところはさすがですね。地元の選手ドン・ビラシン、東海ビジネスフィリピンです、はい、この選手とやってもういきなりパスとニーンザベリー、そして締めも狙っていくっていうところが優位に試合進めてますね。もうなんかもう安定感ありますよね。ドンビラシンもね戻そうと言うんですけどもなかなか戻せないか。小笠原君もね今台湾 BJJ のねボスで、やっぱ台湾 BJJ が大会をね台湾インターナショナルとかやってるんですけども大会運営の方に入ってしまうのでなかなか試合をする機会がないんですね。でということで今回もね急な話だったんですけどぜひということで試合に出てきてくれました、はい、小笠原くんの試合を見れるのもなかなかないので貴重な機会なんじゃないでしょうか、はい、そしてもうバックマウントを取ってそしてさらにフロントマウントポイントをどんどん追加してますね。手足長いですよね。そうですね、さっき、そうですね、さっきもねパスしてニンザベリーそしてバックマウントフロントマウント、はい、ということで2の3の4の4で13対0ですね今、一瞬で一瞬でもう、そして今ラペラを引き出しこれ締め狙いですね、はい、あそしてまた足を抜いてあーっとパスのポイントが入る前にタイムアップということで、はい、なんと13対0、完封勝利ですね。急に試合出てきたんですけどもきっちりと勝ったのはさすが小笠原誠、素晴らしい安定した試合ぶりを見せております、はい。いや、よかったですね。このメダルガールもね、よかったですね。美しい。はい、ちょっとシースルーなところか、ちょっとパイオツのね、谷間見れて。はい、こんにちは。久々のあの試合で、まあ、勝てて、勝つことができてほっとしてます。はい。で、やっぱちょっと今回、クロミの、先生方の試合がないということだったので、まあ、それでなんとかいい試合を見せれたらと思ったんですけど、ちょっとまあ自分ではよくわからないです。まあ、個人的には、まあ、久々に勝つことができてほっとしてる。まあそれぐらいですからね、はい。大会も何か、デフタックの皆さんですとかアトス、さらにはナインティエイトさんと、あともちろんエジソン先生のオーバーリミットさん、私は今台湾で指導してますけど、台湾からも私のチームじゃないんですけど一つ別のチームが来てましたし、であとは、まあ、なかなか盛り上がってると思います。すごい会場のこのシーサイドシティもすごい大きなショッピングモールで驚きました。今回初めてですけどセブが多分3回目ですよねこれ、はい、でびっくりしました。であと、まあ、個人的にはそれこそ金谷さんですとか踊り子先生とかブルーノさんとかあと生田先生とか村田先生とかみんなと再会できて山根先生と楽しいですね、はい、またよろしくお願いします。お疲れ様です。失礼します。今ね大会無事に終わりまして皆さんありがとうございますね。充実盛り上がって
行きましょうね。で来年また、フィリピンは2大会今年みたいにまたやりたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。はい、柔術の試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、もうローカルのねセブと、マニラの、はい、地元勢の選手の選手同士の試合、そして日本から遠征していったこのブルーノとホドリゴの、地元勢との対抗戦、そして小笠原くんがね台湾 BJJ からねもうレフリーとして行く予定だったのに急遽選手としても借り出されて、それでもきっちり勝つあたりがさすがだなと思いました。いつも言ってましたけどね、今セブの大会年に2回やっております。で今大会から、大会が2日間になってキッズが始まって、はい、そして、来年もね年2回開催するってことなので非常に楽しみにしたいと思います。このねこのパーカーもね、パーカーじゃない、はい、この、ポロシャツですね、はい、フィリピンのハシブランドがね作ってくれました。 H って書いてありますね。そうなんですよ、このハシブランドの H で、この呪術プリストとねハシブランド呪術ナードのねトリプルネームでやっております。はい、こちらを作ってくれたりね、非常にねセブの人たちもね優しいんですね。はい、やっぱ島国なんでね、うん、みんなちょっとアイランドな感じでもうまったりとした感じでみんなやってて、もう温厚な人たち多いです。はい、非常にね今回楽しかったので、ぜひ、来年の大会あった時は、まあ、観光ついでにね行くのもいいと思います。はい、ぜひぜひみんなで、フィリピンセブ島に行って地元の大会盛り上げてみてはいかがでしょうか。はい、それでは CM です。今回は ASJJF ズマウフィリピンインターナショナルオープン2016の試合を見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、技と農技、そしてねこの日本勢対海外勢、そして小笠原くんと地元勢の試合、まあ、非常に、ね、見どころ多かったと思います。フィリピンセブ大会、来年の2大会もこれから楽しみにしたいと思います。はい、そして告知です。こんにちは、ケニー板橋です。コパラスコンチャス2017、来年1月29日に開催いたします。はい、台東リバーサイドスポーツセンター、はい、柔道場ですね。はい、でこのもうすぐです。このね第一締め切りがね11月の30日までと、はい、第一締め切りまでにエントリーすれば、カテゴリーのみは3000円、はい、アブソルト入れて2000円で5000円ですね。はい、5000円で階級無差別出れて、で無差別級はね白帯、青帯、紫帯、アダルトのね、無差別級の優勝者にはラスコン道着プレゼント、はい、非常にいいと思います。そしてこのね、メダルデザインができました。じゃじゃーん、ちょっとちらっとまだあるけど、はい、こんな感じですね。またこのね、メキシコ推し、はい、謎のメキシコ推しですね謎じゃない、謎のメキシコ推しですね。メキシコ推しなんで、はいはい、こういう特徴でやっております。メキシコかぶれですからね、はい、もう4回、3回言ってるんですけどね、隠れてますよ、まず言われるんだから、はい、そしてこの大会 T シャツ、雰囲気ですね、カッコ仮です。はい、今ねこのスポンサーのところがねまだ調整中なんですけども、はい、でスポンサーロゴを入れたこのね大会 T シャツ、こういうのもね最近ないんでね、はいはい、久々にこれいいんじゃないでしょうか。はい、これもねどういった形で販売するのか、これからね決まり次第お報告したいと思います。はい、11月30日が第一締め切り、ここでガッチリ入れてもらえれば、はい、もう
大会参加者の全員に、ね、くじ引きがあって、はい、何かしら当たりますね、はい、あとはそのメダルも3位までに入れば、もらえます。そして大会 T シャツも、作られるこの、ねはい、ちょっとお祭り的なイベント1月29日このタイトルバースポーツセンター、こちらの方ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。最後、竹下さん、はい、手読みお願いします。はい、橋本ケアの柔術プリースト、この番組はファイターショップブルペリア、金属工事柔術一式一徹、イサビベリーハードトゥーサムミット、ラスコンチャス、ズマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本ケアの柔術プリースト、また来週お目にかかりたいと思います。さよなら。さよなら。